はい、皆さんこんにちは、こんばんは、向井です。今日はパズドラ録音700日になったことで、記念としてちょっとだけ自己紹介して、そしてボックス紹介していきたいと思います。僕は台湾のパズドラプレイヤーで、貴族性モンスターをメインとして遊んでいます。一応台湾人なので、日本語の発音とか使い方がおかしいと思わせてしまうかもしれませんが、この点どうかご了承してください。で、なぜか台湾人なのにわざと日本語で喋るのか。それは今まで僕のチャンネルを見ている方は日本人が多いから。ついでにね、日本語の練習もできますので、今回は一応こんな形で録画してみました。これも初めて喋りながら録画するので多少緊張しています。噛むことが多いかもしれませんが、どうか許してください。次はボックス紹介、属性別で紹介していきたいと思います。はい、前日の五右衛門降臨でやっとパズドラの目標の一つ達成しました。それはね、各属性を1名の297にすることです。はい、この通り火属性、そして水、次は木がメインなのでちょっと多めに、そして光、最後は闇。こんな感じで、あの合計152の297を作りました。はい、火属性はこの25人で、霊蘭2体も作りました。これはあのイルムのパーティーに入る。そして椿、キリコ、マミヤ、これも全部イルム用で。はい、火はこんな感じかな。そして水、パズドラのキャラがあの好きなキャラ、大体水属性。例えばあのこの海幸、山幸、孫健、あのイシス、そしてこの18個、なぜ18個プラスを振ったのか、一応俺の嫁だから、クリリンじゃないけど俺の嫁。次は T 属性、こんな感じ。まあ大体のキャラは振ってしまったかもしれません、ね、はい、次は光はこれも大体イルムようで、そしてあのナードラゴン最強、次は闇はあの趣味で振るのが多い。あの例えこのピエトラ・バツマル、バツマル、まあ、そしてあのこのクロロ、面白いからあの297を振ってしまいました。はい、闇はこんな感じで、はい、そしてあのまた振りたいキャラ、このセット、なんか最近強くなっていますので、297振ってあげたいと思います。はい、そしてあのケンシロウとラオ、最近あの究極進化の情報が出てきましたのでとても楽しみ。はい、で水、トランクス、
あ、ゴテンクス。ゴテンクスも打ってあげたいと思います。次の目標ね。そして、このヨウさん。属性はこんな感じかな。あ、ライダー、ライダーまだ振って開けてない。これエルヴィン隊長、これもスキルもなかなか珍しいと思いますので、これも使っていきたいと思います。はい、最後は闇。そして最後はこれ720名のロックインボーナス10個の魔法石をもらいまして、ハロウィンガチャを引いていきたいと思います。2回、残り欲しいのはアルラウメ、そしてライラ、ハロウィン仕様のライラが欲しい。でもちょっと難しいね。はい、緊張する。わーきー、なーにこれ。はい、眠り姫。はい、次2回目。ほい、お、金出た。はい、これ MP にしますね。はいはい、以上今回のボックス紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。